愛媛県に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しいエリアを確認していきましょう。愛媛県砥部町内子町に土砂災害警戒情報が発表されました。またその他にも砥部町、内子町、松山市、大洲市、伊予市には大雨警報、砥部町、内子町には洪水警報も発表されています。いただいているリポートを見ていきましょう。松山市の方からです。北から東方向の空模様です。東側の空ではゴロゴロ雷が鳴っていますといただいています。青空が見えているところもあるんですけれども、雲底が暗い雲が広がっているところもありますね。落雷も発生しているようです。では1時間の降水量ランキングでも確認していきましょう。1位が愛媛県久万で 43.5 ミリ、そして3位も愛媛県中山で32ミリ、5位が愛媛県上林で 21.5 ミリとなっております。降水量多くなっておりまして、土砂災害の危険度が高まっています。愛媛県内では黄色の注意レベル、赤色の警戒レベル、紫色の危険レベルのエリアがございます。急な斜面や崖など危ない場所には決して近づかないようにしてください。ではアプリウェザーニュースでこの先の予想を確認していきましょう。愛媛県には現在活発な雨雲がかかっています。この先の予想、時間を進めて見ていきますが、しばらくは同じようなエリアに活発な雨雲かかりやすい状況が続いていきそうです。ぜひ最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。